こんにちは。累計講演回数1000本超えビジネス心理学講師の坂井俊夫です。この動画チャンネルでは小さな会社やお店の売上アップ、そして企業独立に役立つ情報を発信しています。今日のテーマは売上アップ、保有するとお客様は買いたくなる心理というお話です。今日の動画を最後まで見ていただくと、古今東西で活用されてきた人間心理をよく理解した販売方法がわかるようになります。どうぞ最後までご覧になってください。全国で学習塾を展開する株式会社寛塾はご存知ですよね。私も講演をさせていただいたことがあるのですが、創業者である田部井雅子様は結婚された当時、ご主人の家電販売店のお手伝いをしていたのだそうです。当時は昭和30年代、ご主人が経営していた家電販売店の経営状況は芳しくなかった。しばらくして世の中にカラーテレビが登場しましたが、田部井さんはお店の経営を立て直すべく、カラーテレビを買っていただけそうなお客さんのところを営業して回ったのだそうです。でも当時のカラーテレビはとてもとても高価、庶民にはそうそう簡単に手が出る商品ではありません。またすでに各世帯に普及していたモノクロテレビからカラーテレビに買い替える需要もそれほど多くはなく、簡単には売れませんでした。そこで田部井さんはカラーテレビを売らずに別の提案をお客さんにしたのだそうです。さてお客様に何と提案したのだと思いますか？田部井さんはお客さんのところを回ってこう言ったのだそうです。3日間だけ使ってください。そして3日後に取りに行くと、多くのお客さんからそのまま置いてほしいと言われ、結果的に多数のカラーテレビを販売することができたのだそうです。当時のカラーテレビは約40万円、給与水準が1万円の時代だったそうですから、非常に高価な商品であります。でも1ヶ月で15台以上も売れたのだそうです。すごいですね。心理学の世界には保有効果という考え方があります。それは人は所有したものに高い価値を感じ、手放したくないと感じる現象のことです。おそらく当時カラーテレビを置いていかれ、一旦自分のものとして所有したお客さんの心には保有効果が有効に機能したのではないでしょうか。実は海外にも同様の事例があります。80年前に書かれた広告書籍の名著、サイエンティフィックアドバータイジングにも次のような事例が紹介されています。ある企業は電動ミシンモーターの広告に苦労していた。そこで賢明な助言に従い購入を迫るのをやめた。その代わり希望者には最寄りの販売店からモーターを送るので1週間無料で使ってほしいと提案した。モーターを受け取った家庭には説明員を派遣し、操作方法を教えた。10世帯につき9世帯は使用後にモニターを購入した。つまり当時高価な電動ミシンを販売するにあたり、売るのではなく1週間無料で使ってほしいと勧めたら、結果としてものすごく売れたということです。最初に紹介したカラーテレビの事例は日本の昭和30年代のお話で、電動ミシンは海外の80年前のお話です。さてこれらの事例は現代の日本には当てはまらないのでしょうか？いいえ、当てはまるのです。以前テレビを見ていたら、東北地方のある家電店が紹介されていました。その家電店は大型の液晶テレビをバンバン売ることで有名なお店なのですが、なぜ地方の小さなお店が大手量販店にも負けないほどに液晶テレビを販売できるのかについて密着取材をしていたのです。私はこのお店はどんな販売ノウハウを持っているのだろうと興味津々で見ていましたが、やはりそのお店も売らないのでありました。やはり広告でモニターを募集するのです。液晶テレビを見て感想を教えてくださるモニターを募集しますということです。そして液晶テレビを一定期間所有したモニターの家庭の中から購入者が高い確率で現れるのです。古今東西、人は所有したものに高い価値を感じ、手放したくないと感じる心理は変わらないということです。通販で使って気に入らなければ1週間以内に返品してくださいというコピーに反応して商品を購入した経験のある人はいませんか？またディーラーで新車に試乗してみて思わず購入欲求が高まった経験はありませんか？さらには習い事教室で体験講習を受けてから俄然その教室に興味が湧いたことはありませんか？ペットショップでゲージに閉じ込められていた子猫を抱きかかえて頭を撫でているうちに愛着が湧き、そのままペットとして家に連れて帰ってしまった経験はありませんか？これらが発生するのは人の心の中にある種の保有効果が生まれるからです。お客さんにその場で今すぐに購入してもらうのも、保有して3日後に購入してもらうのも売り上げとしては同じです。ただしどちらがより難しいかといえば、その場で今すぐに購入してもらうということです。一旦使ってもらって、触ってもらって、所有してもらってから3日後に購入してもらう方がより簡単なわけです。売り手側は買ってくださいと口に出して言うことに抵抗感があり、買い手側は買うと決めて財布からお金を出すことに抵抗感があります。
そのため一旦使ってもらい、触ってもらい、所有してもらってから所有効果を働かせた方がスムーズに販売と購入が実現します。しかも人は所有することによりその対象に所有する以前よりもはるかに価値を感じ始めるという心理学の実験結果もあります。車を下取りしてもらうときには所有者は少しでも買取価格を高くしようと考えますよね。そして下取り価格を安く提示されると、そんなに安いのと無然とするでしょう。あの心理です。自宅を転売するときに売り主は買い主よりも価格設定が高くなります。あの心理です。つまりある商品を保有した場合には所有者はすでにその商品に対して価値を見出しているために、セールスのクロージングに際しても改めてその商品はいかに価値があるのかを細々と説明する必要がなくなるのです。その場で今すぐに購入してもらうのではなく、3日後や1週間後の売り上げを目標にして所有を進めるというのも商売のスキルの一つです。またこちらの動画では BGM で売上アップ、音楽でお客様の行動が変わるということについてお話をしています。こちらの動画も合わせてご覧いただくと、 BGM によってお客様の行動が変わり、その結果売上も変わることがわかるようになりますので、どうぞご覧になってください。以上、今日は売上アップ保有するとお客様は買いたくなる心理というお話でした。この動画チャンネルでは小さな会社やお店の売上アップ、そして企業独立に役立つ情報を発信していますので、動画右下の登録ボタンからぜひご登録ください。また坂井敏夫の公式 LINE に登録いただくと、今なら企業独立商売ビジネスにすぐに役立つ10本以上の動画とビジネス資料をプレゼントしています。登録の案内はこの動画の下の説明欄に記載していますので、お読みいただきぜひ今すぐにご登録ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。